森岡競馬場、森岡競馬場、森岡競馬場、森岡レースコースは、岩手県森岡市にある、地方競馬の競馬場である。主催者は、岩手県競馬組合。愛称は、オーロパーク、オーロパーク。本校では併設されている、中央競馬の場外勝ち馬投票券発売所である、ウィンズ森岡、森岡競馬場内。 ウィンズ盛岡盛岡競馬場内についても記述する。現在の競馬場は1996年に移転新設。ダートコースの内側に芝コースが設けられており、地方競馬のみを施行する、競馬場では唯一、芝コースを有する。旧盛岡競馬場を同様に勾配のあるコース設計で、ダートコースは最大高低差が4.4メートルあり、ダートコースとしては、 中山競馬場と並ぶ国内最大の高低差となっている。また、第2コーナーの奥に400メートルの引き込みコースを有するのが特徴で、ここをスタート地点とするダート1600メートルは、スタート直後から直線に近い走路を800メートル以上も走り、国内では珍しいレイアウトとなっている。かつての岩手競馬は地方競馬の優等生と呼ばれるほど経営が、 校長であったことが、中央競馬に匹敵する豪華な競馬場の建設を可能としたが、その後は競馬人気が低迷し、膨大な建設被災無、減価償却が、岩手競馬の経営を圧迫することとなった。東京競馬場との姉妹提携を行っており、交換競争として、盛岡競馬場では東京カップ競馬記東京競馬場ではオーロカップが行われる。 在宅投票システムは、オッズパークと楽天競馬が利用可能である。なお、さきの他に2009年1月12日までは、岩手競馬独自の R、コール、レーシングコールがあった。2013年には、ババナイトアトリウム内の大型ビジョン、1996年から稼働が更新されることが決まり、2014年5月3日より運用を開始した。 2018年9月、ナイター競争にも対応可能な照明灯がダートコースに設置され、2018年度は9月29日から11月5日の3開催18日間の予定で、白母競争をこのナイター照明灯を使って開催する。場内で販売されているジャンボ焼き鳥が有名。芝スタンドの裏手には小さめの建物があり、軽食コーナーが設けられている。 森岡競馬開催日に開放。以前は公演投票所として自動発売、払い戻し機が設置されていたが、現在同所での発売、払い戻しは行っていない。同所で使用していた自動発売、払い戻し機は現在、湯まっこ森岡大通常外発売所で使用している。スタンドは1階が外交自由席と発売スペース、大型ビジョンを備えた。 屋内観戦スペースのアトリウム2階は屋内自由席3階は指定席4階は招待客とクラブハウス用の部屋で構成されているなおスタンド内ではウィンズモリオカとして JRA の馬券も取り扱っている他にも第4コーナーよりに芝スタンドが設けられており芝の上で寝転んで観戦できる入場料は200円で水沢競馬場とに 地方競馬の競馬場としては、最も高い。2010年の開催から再入場に関する運用が、代わり駐車場に忘れ物を取りに行くといったような、用務で、おおむね1時間以の場合に無料となっている。スタンド3階の指定席は、RFG の3種類がありゴールよりから、R 指定席、F、G 指定席と配置されている。F 指定席は4人掛けのボックス席。 RG は二人掛けであるが、G 指定席の方が、椅子や机の差異が大きいのが特徴である。コーヒー、オレンジジュース、ウーロン茶のソフトドリンクの無料サービスがある。以前の料金は R 席で2000円。FG 席が2500円であったが、曜日別の料金体系となり、大幅に値下げされた。現在は以下の通りである。旧競馬場、別名、小金競馬場。 新黄金競馬場は、森岡市内の高松公園内にあり、交渉面に設けられた巨大な坂は、高低差8.8メートルと日本の競馬場では、最大であったが、コース幅員が非常に狭く、フルゲートは8等立て、多等数の競争を編成できないため、東北地区交流レースや北日本地区交流レースは、水卓で開催されるのがであった。 元々群馬を育成するために設計されたコースであり、異様とも言える、高低差はその名残である。休憩場場も現在も同じ、ダート1600メートルのコースであり、直線は350メートルほどと、原コースよりも長い。3コーナーまで坂を登り切ってからはゴールまで、急激な下り坂になっており、全国的にも珍しいレイアウトで知られ、中途半端な思考距離が多いのも特徴であった。 試行可能距離は 850m、1100m、1420m、1.2コーナー中間からスタート、1750m、垂択の 1600m に相当するレースを、試行、1800m、1900m、2000m、2450m、2500m、ただし、2450m は一度しか、使用実績がない。 初代黄金競馬場。当時の森岡市上田、現在の高松2丁目と4丁目と北上川の境界付近に存在した。約3000台収容可能で無料で駐車できる。スタンド内には JRA 専用発売窓口が設置され、JRA 全開催日に開催前場のメインレース発売と重傷競争の前日発売が行われている。6時投票券。 QR コード仕様の勝馬投票券、自動発売機と自動発売払い戻し券用機が設置されているが、友人の発売窓口はない。長らく、森岡場外の名称で呼ばれていたが、2012年1月より、ウィンズ森岡、森岡競馬場内に正式名称が変更された。発売、発売なし、芝は、芝コースで施行、それ以外は、ダートコースで施行。 ふとじは、ダートグレード競争。2014年はこのほか、ジャパンブリーディングファームズカップ、JBC3 競争、JBC スプリント、J ブニー JBC クラシック、J ブニー JBC レディスクラシック、J ブニーを試行した。サラ系の競争のみ記載、参考資料、レコードタイムルーム、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。